トゥーランド Vlog のお時間です。 YouTube で触れてはいけない衝撃の近代史シリーズ。日本人の精神はなぜここまで徹底的に破壊されてしまったのか。今回は超幸福な民族だった日本人が世界有数の不幸な国になってしまったタブーすぎる経緯を徹底検証していきます。サムの全てを出し切る究極のトークライブ、第3次世界大戦最後のシーン2025年、旧世紀血の記憶、史上初全編5時間、第1部神々の剣舞、第2部荒人神。ということで今回はヤバすぎるシリーズでございます。お、ヤバすぎるシリーズ。はい、神話でも古代史でもなく近代史から様々な情報を紐解き、隠された日本の歴史を暴いていくっていう、あらま、超重要回でございます。近代史パターンですね。そうなんです。今回のシリーズはかなりね、 YouTube では話しにくいセンシティブな内容なので、いろいろとぼかす部分もありますけれども、最後まで視聴していただけると幸いでございます。お願いします。まず現在の日本と昔の日本の違いとは何なのかっていう、でまずここですよね。早速興味深い ね。で現在の日本というのは、世界 GDP ランキングの世界第3位にランクインしています。おー、すごい。でもうすぐ4位になるとかね言われてますけども、この GDP というのは国内総生産のことであり、これは1年間に新しく生み出された生産物とかサービスの合計金額のことを指してるんですね。なるほど。つまりこの GDP というのがその国の経済的な豊かさを表す指標になっているんですけれども、このランキングを見る限りね、日本というのはもうめちゃくちゃ裕福な部類に入っているということになるわけですね。上位やね、3位やからね、で経済成長率というのは GDP が1年間でどのくらい伸びたかを表すものなので、経済がいい感じの時は GDP の成長率がグンと高くなり、経済が微妙な時は成長率は低くなります。この GDP はこんな感じの数式で説明されることが多く、人口の多さとか政府支出、輸入輸出のバランスとか物価の変動が、GDP に大きく影響するわけですよ。なるほど。そしてこの要素に加えてね、生産量の増加とともに労働者の給料が上がり、みんながお金を使って経済を回せば回すほど、GDP が増加すると言われてるんですよ。そういう感じね。ニュースとかやったらね、割とすぐにこう不況煽ったりするやんか、でみんなこう財布の紐固くなるみたいな。はいはいはい。でも GDP 的に言ったら、もうそんなん気にせずにお金回していけば回すほど、景気が良くなると、まあそうよね、言われてるんですよね。この GDP も物価の変動とか人口で割った GDP を考慮して計算したら、さらにちょっと日本は下がっちゃうんですけども、いずれにしても現代の日本が裕福な国であることは、もう間違いないんですよ。間違いなさそうやね。ただ現代の日本というのは超高齢社会を迎えているので、経済的な未来が明るいとは一概には言えませんし、どうやらね、GDP の高さイコール国民の幸福度に直結しているわけではなさそうなんですよ。なさそうなんで、そう、なんとなくね、こう先入観というか、世界はより豊かにより便利になればなるほど幸せになっていくんじゃないのって、なんかこう思ってませんでした？まあそうやね、そういう教育というかね、あんま思ってなさそうやけどちょっとね、確かに聞く相手間違えたけど実はね、この GDP の高さと幸福度というのはあまり関係がないよという研究結果が出てるんですよ。そうなんや。そう、アメリカの経済学者であるリチャード・イースタリンは、ある一定の所得を超えたあたりから所得が増えても幸福度は上がらへんと、なんなら頭打ちになったり、あら、場合によっては下がってくると、ね、そういう研究結果を発表しており、あら、この現象はね、幸福のパラドックスと呼ばれるようになりました。へえ。実は日本というのは、この幸福のパラドックスに当てはまる、もう典型的な国なんですよ。アメリカのギャラップ社が毎年行っている自分の幸福度を0から10の10段階で自己評価した主観の平均を割り出すっていうね、世論調査をしているんですけど、日本というのは2022年で54位と、54位、そう、主要7カ国の中では最下位となっているんですよ。えらい下がったね。そう、ちなみにね、この幸福度調査は146カ国で実施されてるんですけれども、もちろん低い国はね、基本的に紛争地帯という特徴を持ってるんですよね。はいはいはい。さらに日本というのはね、自らの手で命を絶つ人の数が、主要7カ国の中で最も多く、15から35歳の若い世代の死因の1位が自死となっているんですよね。あら、まあこれも主要7カ国では日本だけと。
なっているんですよ。そうなんや。そう。また、ヘルスケアリサーチ会社の米国、カンターヘルス社の調査によると、対象国9カ国の中では、日本はうつ病の有病率が最も低いことが判明してるんですけれども、ほう。ね、実はこれがめちゃくちゃ不自然な研究結果になってるんですよ。え、そうなん？なんとね、ロシアを除くと、他の対象国は、日本より致死率が低いのに、うん、うつ病患者はもうめちゃくちゃ多いんですよ。これどういうことって感じやんか。どういうこと？まあ、簡単に言ったら、他の国ではうつ病と診断されてる人が、うん、日本やったらうつ病という自覚すらしてないと。だから未診断、未治療の状況にあると。はあ。だからうつ病は少ないんですよ。なるほど。そう。でも、致死率は高いってことはよ、うん、気づかないまま苦しくなって、うん、亡くなってる方がいるんですよ。なんでかというと、うん、自分しんどいな、精神的に苦しいなと思っても、うん、これが当たり前だと。つまり日本人の当たり前の基準が、はあ、まあ、それだけ厳しいんじゃないかと、あ、ね、そういう風にも考えられているんですよね。なるほどね。そう、こんなしんどいうちに入らへんはずやみたいな、うんうん、周りからもそう言われたりとかして、そう、当たり前やで、そう、誰にも打ち明けられずに苦しんでいくみたいな、うん、でそれを裏付けるかのように過労死という日本の言葉が、まあ、世界の共通ワードになっているんですよね。あ、そうなの。そう、だからもう頑張りすぎちゃうみたいな、うん、で自分の異変にも気づけないみたいな。で、その上でよ、うん、日本は誹謗中傷大国と、そういう風にも言われるくらい、ほう、匿名による悪口が多いと言われてるんですよ。なんかいろいろやな。いろいろあんねん。そう考えていくと、うん、まあ、日本人っていうのは自分にめちゃくちゃ厳しくて、うんうん、他人にもすごく厳しいみたいな、あ、ね、そういう性質を持っているんじゃないかと言われてるんですけれどもね。はいはい、ガチガチな感じやね。そう。で、さらにさらに日本人の肯定感っていうのは、うん、これまたダントツの最下位なのよ。あらまあ。他も 70% 超えてんのに、うん、日本だけ 45% やからね。あ、結構やばいね。そう、だから自分自身に満足してると感じてる人がもうめっちゃ少ないんですよ。裕福やのによ。やのにね。これは一体どういうことなんでしょうかっていう。だいぶ差があるね。そういう話よね。まあ、日本というのは、まあ、戦後の大変な時代を乗り越え、今のこの豊かな生活があるのは、もう間違いなく先人の方たちのおかげですし、なんならアメリカの存在も大きかったと言えるはずですよ。そうやね。しかし、まあ、現在の日本人というのは世界的に見たらトップクラスの裕福さを持っているはずなのに、うん、まあ、精神的に見たら苦しんでいる人の方が多いと、そういう風にも言える状態なわけですよ。そうやね。これってなんか不思議じゃないですか。なんでなんと。なんでなんや。それこそ戦後の日本ではね、カラーテレビ、クーラー、自動車っていうね、そういったものを持つことが豊かさとか憧れの象徴となる 3C とかね、うんうん、3種の神器と呼ばれていたわけですけれども、うん、今やったらもうほとんどの日本人が持ってますよね。そうやね。そう、昔はもう憧れやったものが今では当たり前、うん、それでも日本人の幸福度はそんなに上がってないわけですよ。僕たち人類はいつからか平らだけ豊かになるイコール幸せになれるという期待を抱き、うん、ね、それをモチベーションに頑張ってきたわけですけれども、うん、もしかしたら豊かさとか幸せの定義を少しだけ考え直すタイミングに来ているのかもしれませんと。そうね。いうのがこういう研究結果からこう分かってきたわけですよ。ね、まあ、僕個人の感覚としてはね、幸福度に経済的な豊かさというのは、まあ、大切やとは思うんですよ。でも様々な研究結果とかね、この現状を見る限り、どうやらそれだけではないことが分かってきたというのが、まあ、現実のようなんですね。それではかつての日本はどうだったのかって話ですよね。そうやね。実はね、歴史をたどっていけばいくほど、今の日本人と昔の日本人は、うん、もうかなり様子が違うことがね、わかるんですよ。そんなちゃうの？これびっくりすんねんけどね。ほう。まず日本人のルーツである縄文人ですよ。うんうん、よくトゥランドベルゴでも考察している縄文人ですけれども、うん、この縄文人というのは、ほとんど争いのなかった時代を1万年以上続けたということでね、うんうん、もう近年ではもう世界中から注目されているんですけれども、うん、その証拠にというか、もう機能性を完全に無視したね、縄文土器の形状とか、はいはい、もうこんなん心が豊かじゃないと、うん、もうなんか無駄を愛してないとこんなん作られへんやん。まあ余裕ないと無理やわね。そう。
で、もうめちゃくちゃ硬い翡翠をもう何ヶ月も何年もかけて削るだけの職人がいたりね。はいはいはい。ってことはそれ売る人もいたわけやんか。そうやね。だからもう共同で働いとったわけですよと。で、トレンドの黒曜石を求めて、もうめちゃくちゃ広い範囲で交易が行われていたことが、もう研究、もう発見から明らかになっていってるんですよね。うんうん。どんどん発見されて更新されていってるみたいな。はいはい。で、生活もね、原始的な感じかと思いきや、うん、もうめちゃくちゃグルメな食文化を持っていたり、うん、アクセサリージャラジャラやったこう縄文時代はまさに無駄を愛した時代だったと考えられているわけですよ。ね、料理とかすごかったもんね。そう。で、僕たちの遺伝子には10から20%ほど受け継がれている縄文人ですよ、うん、っていうのはどうやら効率重視ではなく情緒的な豊かさを大切にして、まあ、生きてたみたいなんですね。そうやね。文殊村に行った正元さんもそのようにお話してましたけれども、うん、こういう発見から見てもそういうことがわかると。はい。で、そこから時代は下り、ね、3世紀後半に書かれた魏志倭人伝には当時の日本人というのを妬まず盗まず、うん、訴え事が少なかったと、うん、もうはっきりと記されてるんですよ。あらま。で、わざわざ書かれてることから考えてもこの日本人の民族性は当時の世界から見ても珍しかったことがわかるわけですよ、うん、さらに幕末前後に日本に来たプロシア生まれのスイス通商調査団ルドルフ・リンダウ氏は日本人ほど愉快になりやすい人種はほとんどいないだろうと、うん、もういいことにせよ悪いにせよもうどんな冗談でも笑いこけるねんと、うん、そして子供のように笑い始めたとなるとうもう理由もなく笑い続けるのであると。あらまあ、そういう風に記してるんですよね。すごいね。で、イギリスの外交官ラザフォード・オールコックは日本人はいろいろな欠点を持ってるとはいえ、うん、幸福で気さくで不満のない国民であるように思われると、ほう、このように述べてるんですね。なるほどね。で、こういうのがいっぱい見つかってるんですよ、うん、江戸時代の頃の日本人というのは、まあ、かなり幸福度が高い民族だと、まあ、思われてたみたいなんですよね。そうやね。で、さらにさらに明治5年に来日したジョルジュ・ブスケ氏も日本人の生活はシンプルだから貧しいものはいっぱいいるけれども、うん、そこには悲惨というものはないと。ないと。そういう風に書いてたりとか、ほう、静岡県の下田市に来たプロシアの商人リュードルフもおそらく日本は天の恵みを受けた国、地上のパラダイスであろうと、人間が欲しいというものが何でもこの幸せな国に集まってると。あらまあ、そういう風に書いてるんですよ。パラダイス。パラダイス。それはすごい。幸せしかねえと。やば。当時の日本というのは貧困ものともしない地上のパラダイスだと表現されてるっていうのはなかなかすごい表現じゃないこれ。ねえ、ちょっと知らんかったわ。そう。で、戦国安土桃山時代にね、日本を訪れたイエズス会の人たちも江戸時代とか幕末前後に日本を訪れた様々な外国人も口を揃えて、まあ、日本人の陽気さとか誠実さ、機嫌の良さを書物として残しているのですけれども、まあ、これだけ聞いたらね、うん、冒頭にお話ししたね、精神的に狂いそうな現代の日本人の姿とはまたね、もうだいぶ違った雰囲気感じへんこれ。全くちゃう感じやね。そう。でも盗みが少ないとか、うん、治安がいいみたいなのは縄文時代とか魏志倭人伝の時代からずーっと今でも変わらないけれども、うん、まあ、それは誇るべきやけども、うんうん、少なくとも戦前までの日本には海外の人がびっくりするレベルの機嫌の良さとか、うんうん、幸福感が満ち溢れてたと。ね。そういうことが分かってきてるんですよね。そういうことなんやね。そう。まあ、突っ込みどころとしてはね、うん、たまたま記録に残された時代がそうやっただけじゃないのみたいな、うん、まあ、そういうふうに考えることもできるけど、うん、様々な海外の人が驚き、わざわざ記録として残してる数の多さを見ると、うん、まあ、単に偶然として片付けることのできない何かがあるんですよ。ちなみに海外の人はね、当時の日本を見ていい意味で驚いたという記録は、もうこれ以外にも、もう半端じゃない数が残されているので、うん、まあ、興味ある方は調べてみてください。はい。かつて5000円の肖像にも使われていた新渡戸稲造さんは、うん、ベルギーの高名な法学者ド・ラブレー氏にね、日本には宗教教育がないと聞いたのですが、うん、本当ですかと、うん、まあ、聞かれたんですよね。はいはい。で、新渡戸稲造さんは、あ、そうですと、まあ、答えたら、うん、でーと、うん、それやったらどうやって日本は道徳教育をしてるんですかと。で、ぶち切れたんですよ。ぶち切れたの？意味がわからん。普通は宗教を通して、あれしたらあかんよ、これしたらあかんよっていうことを教えるのに、うんうん、それがなくて、うん、この道徳水準、どういうことやねんと。なるほど。なんでそれが浸透してんねんと、うん、いうことでもう声を荒げたらしいんですよ。そういう切れ方ね。そう。この話も考えたら不思議なんですよね、うん、当時の新渡戸稲造さんはパッて急に聞かれたから、うんうん、なぜ日本人が自然とね優れた道徳感を持っているのか、その理由が分からなかったんですよ、うんうん、で即答できなかった。はいはい。
でそっからこううんって考えた二刀美奈蔵さんはね、うん、あ日本人の精神の源は武士道にあるんやと、ほう、まあ、結論付けて、まあ、本にしたわけですよ。そうなんや。でその本が世界でベストセラーになって、うん、武士道みたいな、うん、侍みたいな言葉が、まあ、世界中で流行っていったわけなんですけどもね。はあ。ただこれもこれで疑問というか、うん、日本人の道徳の高さは侍という概念が生まれる遥か昔の魏志倭人の時代、うん、もっと言うたら縄文時代から存在してたと。確かにね、言わけやんか。そうやね。って考えたらやはりその理由ははっきりとはしないんですよ。そうやね。土器は当時の生活様式から見ても間違いなく豊かな感性を持っていた縄文時代がね1万年以上続き、明治時代あたりまで機嫌の良さとか満ち溢れる幸福感が日本に存在していたとすると、うん、その様子はねこの100年くらいで一気に様変わりしたことになるんですわ。なるほどね。もともととちゃうやんかと、となってくると第一次世界大戦が起こった大正時代以降の流れが、まあ、気になってきますよね。まあそうやね。その辺じゃねえかと。その辺になんかポイントがあるんじゃねえかと。もっと言うと戦争に負けて日本の文化とか教育方針が大きく変わってしまった、うん、第二次世界大戦以降の流れが大きな鍵を握ってそうなんですよ。しかしいきなり戦後の日本から歴史を見ていっても本当の意味で意味がわからないんですよ。そうなんや。本当ももっともっとね、うん、深い流れがあったわけですよ。あら。当時の日本が置かれていた状況を正しく理解するには、なんとね戦国時代より前の時代から掘り下げなければならないんですわ。結構前からやね。そう、結構前からや、うん、それが大切なんです。そうなんや。で当時の世界、そして当時の日本では一体何が起こっていたのでしょうか。ほう。それでは世界の形が大きく変わってしまった15世紀頃の歴史から掘り下げていきたいと思います。はい。世界の覇権を狙ったヨーロッパ諸国。ヨーロッパでは12世紀頃からお肉を食べるという文化が普及しており、うん、そのお肉にかけるスパイスの価値がね、うん、銀貨と同レベルにまで爆上がりしてたんですよ。特に胡椒はね、うん、保存にも役立つし、もうシンプルにお肉との相性がいい、はいはい、うめえと、うん、そういうことでめちゃくちゃ需要があったんです。そうなんや。しかしこういったスパイスというのはヨーロッパでは全然育たなかったんで、うん、一大産地である南インドとか東南アジアからの輸入に頼ることしかできなかったんですよ。そんな感じでしばらくはこう陸路からスパイスを手に入れてたこうヨーロッパ諸国なんですけれども、15世紀になるとその流れが大きく変わってしまうんですよ。あら。なんとヨーロッパの貿易商人が行き来する交易ルート上にドカンと、もうめちゃくちゃ強いオスマン帝国っていうのが進出してきたんですね。あらま。このオスマン帝国はイスラム国家やったからキリスト教徒の多いヨーロッパ系の貿易商人をもうガッとね、うん、目の敵にして、うん、その子行き来を妨害するようになっていったんですよ。はいはいはい。でその結果ヨーロッパにも香辛料が全く入らなくなっていったんですよ。まあみんなスパイス胡椒好きやから、うん、めっちゃ考えました。はいはい。オスマン帝国はもう怖いと、うん、でもスパイスはもう絶対欲しいと、そうやと、うん、陸が無理やったら海から行ったらええんやと。ああ。でそう考えた人々が船を出して、はあ、わざわざこうアフリカ大陸をぐるっと回って、カイロでインドを目指し始めたんですよ。故障のために。故障のために。あら。この時に、まあ、世界初の株式会社が生まれたりしてるんやけどね。これがヨーロッパ勢力が一気にこう世界に拡大した大航海時代の始まりなんですよ。ああ、なるほどね。そのきっかけが故障やったっていうね。うん、この流れが広がった背景にはいくつかのポイントがあり。1、当時のヨーロッパは羅針盤とか造船技術のクオリティが上がっていたので、カイロでもインドに行けるのではと思えるレベルにまで向上していた、うん、2、13世紀のイタリア商人マルコ・ポーロが記した東方見聞録がね、こうヨーロッパ中で大人気になってアジアへの注目度がグンと高まっていた。なるほど。そして3つ目の背景がキリスト教、カトリックのね、この波に乗っかったら世界中で一気に布教活動ができるでというそういう考えやったんですよ。つまりこの大航海時代の流れをキリスト教会が後押ししたわけです。ああ、なるほどね。そう、こうしてね大航海時代が始まっていくわけですけれども、うん、キリスト教、カトリックの国であり国力も高かったスペインとポルトガルは、うん、ね、たどり着いた国に住む人々の意見をも無視して侵略し、ね、こう自国の勢力を拡大していったんですよ。あらまあ。そして次第にスペインとポルトガルがバッティングして、うん、領地を巡って揉めるようになっていったわけですよ。まあそうなりそうやね。そうなってきたらもうややこしいやんか、うん、そこにカトリックのトップであるローマ教皇が間に入って
で、もう分けようかこの地球をと、はあはあはあ、いうことで地球を半分に分割するトルデシラス条約を締結したんですよ。あちゃちゃ勝手に勝手にこれが1494年の出来事なんですね。あそうなんや、結構最近。このトルデシラス条約というのは、ね、画像の紫のラインにもあるように世界を一方的に半分にこう割って、ほうそこから西はスペインのもの、うんうんね、東はポルトガルのものとして、ほう、ね、それぞれに支配権を勝手に渡すっていう、勝手にすな、とんでもない条約やったんですよ。とんでもないね。何してんねんと、まあ、勝手にって言ってるから、うん、もちろんこの条約はもう他の国の人たちにはもう何の相談もなく、うんね、もう適当に勝手に決められてます。そうやな。しかし地球は球状なので、うんうん、線が1本だけやったら正確にこう領域が分けられへんやんか。そうそうね。そのため1529年に締結されたサラゴサ条約で、うん、もう1本の線が引かれて、うんね、スペインとポルトガルの領域をはっきりと切り分けたんですよ。勝手に2本目も、2本目も勝手に、うん、このトルデシラス条約もサラゴサ条約もローマ教皇とスペインとポルトガルの間で話し合われ勝手に決められたものなんですけども、うんまあ、完全に世界イコールもう自分たちのものとした、うん、もうありえない考え方ですよね、これ。そうやんな。そうで、実際にアフリカ大陸とか南大陸に進出したスペインとポルトガルはその地に住んでいた先住民の人々を虐殺し、歴史や文化、こう信仰なんかを徹底的に破壊した上で、まあ、カトリックの教えをこうブワーッとね広めていったんですよね。ひどいね。そう、このやり方は、まあ、旧約聖書にも書かれてるんですけれども、うん、侵略した土地を支配する上で一番手っ取り早い方法が、その土地の歴史とか信仰を破壊して自分たちの信仰に塗り替えていくというやり方なんですよね。うーん、というのもカトリックの布教活動と植民地支配っていうのは基本的にセットになっていて、侵略したい国にまず宣教師を送る、その次に商人を送る、そして最終的に軍隊を送るんですよ。でその国を支配するっていう流れが、うん、ヨーロッパ諸国定番の、まあ、植民地計画だったんですよね。あ、そんなフォーマット決まってたんや。フォーマット完全に決まってんの。あら、完全に布教と侵略がセットになっていたということがもう明らかになってるんですけれども、うんまあ、もちろんね純粋な思いで布教活動をしていたこう宣教師の方もね、うんうん、たくさんいたと思われますけれども、まあ、言ってしまえばこう権力者たちにこううまく利用されてたわけですよ。なるほどね。そう、ちなみに大国スペインなんかのやり方はもうめちゃくちゃシンプルで、ほう、まず支配したい国に宣教師を送り込む、そこでキリスト教を広めて仲間を増やすと、うんうん、そして宣教師がその国の権力者といい感じに関わっていって、うん、安心させたタイミングで一気に軍隊を送って支配、植民地するっていう流れなんですよね。なるほどね。実際にフィリピンとか中南米というのはこの流れで植民地化されたことが分かっていますし、うん、メキシコのアステカ帝国とかペルーのインカ帝国に至ってはもうめちゃくちゃ少ない軍隊で滅ぼされていたということが分かってるんですよね。そうなんよね。でその理由として挙げられているのが、その地域を攻めるより前に、うん、で宣教師送ってるやんか、めっちゃ広くカトリック化に成功してたことで外国人への警戒心が薄くなっていたから、はいはい、一気に滅ぼすことができたみたいな。なるほどね。かなりこう狡猾なやり方なんですよね。ちょっと鳴らしといてからえいみたいな、ね、そう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 、それがもう定番スタイルというか。ただね、こう大航海時代の最初の方の頃はまだ侵略した土地の資源を売りさばいて人儲けしたるでくらいの雰囲気やったんやけども、うん、ある時からね、あれと、これって現地の人間を支配して奴隷として働かせた方が効率良くないかと考える人間が現れて、植民地支配がスタートしていったっていう、そういう流れなんですよね。そういう流れなんや。そして17世紀に入ったらオランダとかイギリス、フランスも植民地支配に乗り出して、もう世界中をもう植民地にしていったのよ。植民地になった国は基本使い捨てみたいな感じやから、うん、疫病流行ってもほったらかしやし、うわ、働ける人がおらんくなったらアフリカからこう黒人奴隷を連れて働かすみたいな、補充すればいいやんみたいな、はあ、そういう感じやったんですよね。なんと。でそこからヨーロッパ諸国を除くほとんど全ての国が植民地にされており、お19世紀末になったら日本とタイ以外はもう全て植民地っていう、ほう、歴史的に見てもありえない異常事態になっていったんですよ。やばいやん。でタイが残ってたのは、うん、まあ、国と国、ヨーロッパ諸国同士が睨み合ってたから、はいはいはい、奪われなかっただけで、ちょうど間みたいな、かなり危険な状態だったと。でまあちょっと話が進みすぎたので16世紀頃の時代に話を戻しますね。はい。先ほどもお伝えした通り15世紀頃からね世界中の国が植民地化されていったわけですけれども、うん、その矛先は当然日本にも向けられますよね。そうやね。そんな中で最初に日本にやってきたのが、うん、あの
有名な、はい、フランシスコ・ザビエルなんですよ。そうよね。そう、初の宣教師といえばなんか覚えてるもん。なんか歴史とかで見てた時は、うん、なんかこういい人っぽいというか、そんな感じやった。まあなんか面白い感じやったやんか、うん、なんやこの髪型とかちょっと雰囲気浮いてたやんかそうね、こういう理由で来てたわけですよね。うわ、でこれが1549年の出来事だと言われてるんですよ。はあ、当時の世界はトルテリシャス条約とサラゴサ条約によって2つに区切られてたわけですけれども、うん、実は日本はその境界線上にあったんですよ。こんな感じでね。だから日本はポルトガル勢力とスペイン勢力のどちらからも狙われたんですね。ちょっとうまいことやりーな。そうそう。まあもうそこまで考えてなかったよね。そうやろね。そんな中で一番最初に日本にやってきたフランシスコ・ザビエルですけれども、うん、彼はポルトガル系イエズス会の設立メンバーなんですよ。このイエズス会もなかなかこうすごいんですけどね。あ、そうなんやね。まあいろんな噂もあったりしますけれども、このイエズス会の表向きの設立目的はポルトガルが優秀な宣教教師を様々な国へ派遣して原住民を回収させて新たな信者を増やすと、うん、ね、そういうことであり、ザビエルさんはそんな目的を持ちながら日本へやってきたと言われてます。はい、でザビエルはもともとねインドのゴアという場所にいたんですけれども、罪を犯してインドに逃げてきたねアンジローという日本人と出会ったことをきっかけに、うん、こう来日することを決意するんですよ。そうなんや。そう、そしてポルトガルのザビエルの来日を皮切りにスペインの宣教師たちも続々と日本にやってきたわけですよ。ほう、もちろん歴史の授業ではこの時の流れが日本人を支配するために来たと習いませんけれども、うん、まあ、そう考えるとめちゃくちゃ怖いよね。怖いね。織田信長が取った強気すぎる国家戦略、先ほども話した通りキリスト教の布教を名目としてポルトガルのイエズス会とスペインのフランシスコ会が日本に入ってきたわけですけれども、うん、当時の日本というのはね室町幕府の権力が衰えていた時代やったんですよ。あら。そして幕府の弱体化とともに各地の大名たちが力をつけていき、おうおう、まさにその大名たちがバチバチに戦っていく戦国時代真っただ中。うわー、そういうタイミングやったのよ。タイミング悪いな。まあいいのか悪いのかね。まあ確かに。そんな戦国時代の戦乱においてこれまでの戦法をね一変させた武器があの火縄銃なんですよ。銃ね。そう。でこの火縄銃は1543年に日本の種子島に漂着したポルトガル人や。あ、このポルトガル人がたまたまね、うん、フランシスコ・ザビエルが来る数年前に、うん、漂着してよ、で伝えてるんですよ。たまたま。でたまたまかわからんけどちょっと怪しいよね。そうね。で幕府が弱体化し大名たちが国内各地で力をつけ戦況が激化した戦国時代に鉄砲が伝来したことで、うん、もうこれまでのこう戦いを大変変革させるくらいね、うん、もう大量に使われ始めたわけですよ。まあそうよね。もう刀じゃ無理だと、うん、つまりこの辺のタイミングから海外の武器めっちゃ強い、ね、買えば買うほど他の武将に差をつけれるぞという風潮になり、うん、なるよね、武器を買う日本人と武器を売るポルトガル人という関係がこの頃からすでに構築されていった。入ってきてたんや。そやね。この辺も歴史やったらこう読み飛ばしちゃうけど、そういう背景があったんですよ。なるほど。さらにこの火縄銃っていうのね、火薬をめっちゃ使うんですよ。うんうん。その火薬の原料は硝石と呼ばれていて、うんうん、まあ、これがどうしても必要になってくると。うん。ただ当時の日本ではこの硝石がもうほとんど取れなかったんですよ。だから火縄銃はもう戦場でどんどん増えていく一方で、はいはい、でその火薬の原材料が不足してないと、もう困っていくと、うん、勝てねえとこのままじゃと。はいはい。でそんな中でザビエルを筆頭にポルトガルのイーズス会が日本にやってくるわけですよ。はいはいはい。で彼らカトリックの布教は貿易とセットやから、うん、全然硝石ないんすか、うんうん、交易しますよありますせと、その代わり布教させてねって、うわー、これ絶対言ってくんの。なるほどね。だから必要な需要を作って、はいはい、なくなったら困りますよねと、うん、いいですよと、売りますよ、その代わりキリスト教カトリック広めますみたいな、うわー、交換条件。なるほどね。そう、これが数年前に漂着して伝えて広げて、うまいことやっとんな。やってるわけだ。これ分からんで、うん、分からんけど流れがあまりにもっていうね。まあ綺麗だと。そう。そのため日本ではほとんど取れない硝石を確保するために戦国時代の各大名たちはカトリックのこう布教を許可して、うん、ポルトガルとの交易を始めていくことになるわけですよ。なるほどね。そこで火縄銃の有用性にいち早く気づき、硝石の不足問題をポルトガルとの貿易で解決しようとしたのが、うん、あの、はい、織田信長なんですよ。あ、織田信長なんや。そう。こうしてポルト
トガルは貿易と引き換えに日本での布教が始まっていき、九州を中心にね、こうキリスト教カトリックはもう拡大していくわけですよ。まあ九州に港あるからね。はいはい。ここで思い出してほしいのが、その土地の文化とか信仰を破壊して回収させるっていうキリスト教カトリックのやり方ですよね。日本国内でも当然ね、そういったやり方は健在で、各地の大名に取り入った宣教師たちがね、こう寺社仏閣を破壊していくっていう、そういう動きがね、こう見られるようになっていくんですよ。なるほど。ポルトガルから派遣されたイエズス会のメンバーは、自分たち以外の異教徒を密かに悪魔と呼んでたらしくて、で彼らにとってのこう神社仏閣はまさに悪魔の居城だと、うん、目を覚ませってことで破壊していくのよね。うわー怖えー。で彼らの正体を察知した信長の側近たちは、信長に対してね、宣教師たちの活動は日本を滅ぼしますと、まあ、進言してたんですけども、信長はその進言を受け入れなかったんですよ。あら、実はね、当時の信長というのは、そばに置いていたポルトガル系の宣教師からね、ポルトガル国王は地球の半分を支配する権力を持っていますと。あら、そしてイエズス会はポルトガル国王の援助を受け、その支配下にあると。そういうことをもう聞いてたんですよ。なるほど。つまり信長さんはね、ポルトガルの日本侵略の目的をすでに知っていたっていう、知ってて、そういう背景があったんですよ。はあ。ではなんでね、信長が国内での宣教師による寺社仏閣の破壊を知りながら、キリスト教を弾圧せず、むしろそばにこう有力な宣教師を置いてたのかって話ですよ ね。ちょっと仲間な感じで。そう、実はこれこそが信長の国家戦略の肝やったんですよ。そうなん。そう、信長がねカトリックのこう宣教師を受け入れ続けた理由は2つあると考えられてます。はい。一つは交易を通して自国の武力の強化をすること、そしてもう一つが、強化した日本の戦力を宣教師にあえて伝えさせて、ほう、宣教師を通してポルトガルに日本の脅威を伝えることだったという説があるんですよ。そんな野望を、野望というか、侵略することを知ってるわけやんか。ほうほう。じゃあ武器とか何も入れるよりも、相手の武器をもう大量に買って、もろといて、めっちゃ強い状態にして、日本強いって伝えろよと。でしたら攻めてけえへんよねと。なるほどね。そういう話。そういう守り方ね。そういう守り方。はあ、はあ。で実際に信長は情報を重要視していたっていう面白いエピソードが残ってて、ほう、ある日ね、ポルトガル宣教師が黒人奴隷を連れてきたんですよね。うんうん。でその奴隷を気に入った信長さんは、黒人奴隷にヤスケっていう名前をつけて、ほう、奴隷じゃなくて武士の身分まで与えて家来にしたと。へえ。そういう風に言われてるんですよ。ほう。ヤスケさんね。ああ、ほんまや、黒人さんやね。それだけ聞いたらね、信長さんがこう珍しいもの付き合ったんじゃないかみたいな、うんうん、そういうエピソードに聞こえるんですけれども、そうじゃなくて、実はヤスケさんというのはアフリカとかアラブ、インドでも奴隷だったんですね。だからその働かされてた体験談を聞くことで、宣教師がこう綺麗に語る情報と、元奴隷が語るリアルな情報の両方を聞くことで、2つの視点からこの世界の全貌を知っていったと、そういう風に考えられてるんですよ。めちゃくちゃ頭いい。めちゃくちゃ頭いい。信長さん。そう、この時代に外からやってくるキリスト教勢力が本当に日本を侵略し得るのかっていうことを信長は冷静に判断していたと。相手の力もこう使いながら考えてたわけですよ。なるほど。そしてポルトガルから日本を攻めるためには航海のリスクもあるし、コストもかかるから、それらをこう全体的に考えると大した兵力を送り込めないんじゃないかと、この日本だけのためにね。だからこれは攻められるっていうリスクよりも、自国の強化をした方が手っ取り早いんじゃねえかってことで、わそっちを優先したんですよ。めちゃくちゃ戦略家やね。そう、そうすることで日本に簡単に手が出せないようにしたわけです。つまり信長の外交戦略というのは、日本が世界と対抗できる国力をつけるためにスペイン、ポルトガルとの貿易をあえて利用したということになるわけですよ。すげえ。さらに言うと、宣教師をそばに置くことで簡単に日本は侵略できないよってことをスペインとポルトガルに伝えて日本を守っていた。これが事実だとしたら、信長はかなりすげえよね。すごいよな。凄まじい外交戦力だよねと。でも本能寺の変でなくなっちゃうやんか。そうね。そっからどうなの日本って感じやけども。ほんまや。それでは信長亡き後、天下統一を果たしたのは、あ、豊臣秀吉。そうです。はい。豊臣秀吉はどのように日本を守っていったのでしょうか。うん。日本のピンチを回避した秀吉の起点。
織田信長はもう絶妙な外交戦略で、まあ、世界の大局をこう見ていたわけですけれども、うん、明智光秀の謀反を受けて亡くなったとされてますよね、うん、その後信長に続いて日本の覇権を担ったのは信長の部下であった豊臣秀吉さんでした。はい、でこの秀吉も当初は信長のキリシタン保護の政策を継承し、まあ、キリスト教の布教自体はええよええよと容認してたんですね、うんうん、はいはい、この頃のポルトガル人はあれと、日本にいるこう戦国武将たちは想像以上に武力に長けてるぞと、うん、だから日本を武力で制圧することは困難じゃないかと、うん、さらに信長とか秀吉といった権力者の外交能力の高さから日本征服は簡単なことではないと感じていたんですよ、はいはい、なるほどね。これは1579年にイエズス会総長に宛てられた宣教師バリニアノの書簡に記された、日本はこの世で最も健康な上に険しい地にあり、なおかつ好戦的であることから考えても征服することはできないと、そういう記述が残っているので、かなり日本は難しいんじゃないのっていう雰囲気にはなってたんですよ、うんうんうん、そんな時代背景の中、秀吉さんはあることをきっかけにカトリックをもう弾圧する、ダメよと、バテレン追放令を出したんです。もう決めてよね、ほうほう。そのきっかけというのがポルトガル宣教師コエリョとの会談だったんですよ。1586年、イーズス会の日本支部代表だったポルトガルの宣教師コエリョは、うん、大阪城の完成お披露目会に招待されました、はい、一見すると、ね、大阪城を建てた秀吉さんと宣教師コエリョさんの、ね、関係良好に見えますけども、うん、実はこのコエリョはお披露目会に招待される1年ほど前に、うん、イエズス会のフィリピン副教長であるアントニオ・セデーニョにね、次のような書簡を送ってたんですよ。ほうほう。兵隊、大砲、弾薬、食料を満載した艦隊を日本に派遣してほしいと、うん、そして我々についたキリシタン大名を軍事支援し、彼らに脅威を与える島津軍を打倒すれば、うん、その他の諸大名もキリシタン大名になって、うん、日本征服が進むだろうと、あ、そういう書簡を送ってんね。狙ってたんやな。そう、だからなかなか恐ろしいやり取りが実は水面下で、ね、行われてたわけですよ。つまりポルトガルはもう自分たちの武力だけで日本を制圧するのは難しいんじゃないかと、まあ、判断して、布教によって国内の有力な武将を味方につけた上で、はい、国内で内戦をさせて、その隙に日本を征服しようと、はいはい、いう戦略を立てていたんですよ。それ狙いやったんや。このやり方よく覚えておいてね、うん、国内で争わせる、おー、これもずっと昔からあるんですよ。内戦させる、基本的に国内南北に分かれてとか、あ、西と東に分かれるでしょ、はいはいはい、そこで争ってるうちに他の国が攻めてくるんです。ブンってきてね。例えばユダヤの出身国であるイスラエルなんかも、うん、せっかくをダビデとかソロモンが一つにしてたのに、うん、南北で分断してやんか、はいはいはい、で南北で争ってるうちに、うん、海外に攻められるのよ。このやり方を実は水面下でやってる人がおるんですよ。なるほどね。歴史はもうずっとそんな感じ、入り込んで水面下でね。しかし秀吉はすでに他の宣教師とのやり取りの中でその情報を掴んでたんですよ。あえてコエリョを呼んでる、はいはい、そしてコエリョ本人がどう考えているのかを知るために、うん、巧みな交渉術を使ったと言われてるんですね。日本聖教師によると、秀吉はコエリョとの謁見の際に2つのことを提案しています、うん、その1つ目が、国内平定後は日本を弟の秀長に譲り、次は中国明の征服に移るつもりであること、うん、で2つ目が、そのために新たに2000隻の船の建造をさせるので、ポルトガルの大型帆船が2隻欲しいこと、でこのように提案したんですね。これは明の征服を企んでいたポルトガルにとってはもう最高の話だったんですよ、うんうん、で秀吉の話が本当やったら、コエリョはね、こうポルトガル兵を消耗せずに日本兵を使って明を征服し、うんうん、労せずしてこう明でイーズス海が布教できますよねと。そうね。そしてコエリョはこの秀吉の提案に気分を良くしたのか、うん、九州にいるキリスタン大名は宣教師の言いなりになってるから使ってみたいなことをポロッと漏らしてしまうんですよ。はあ、はあははあ、でこのコエリョの出現からよ、うん、で秀吉はピンと来て、うん、キリスト教カトリックが思ってた以上に九州で勢力を伸ばしてるんやと、うん、いうことを悟って知ったわけ、警戒を強めるんですよ。はいはい。そしてさらに長崎の港からね、キリスト教信者以外の人が奴隷として連れ去られてるという情報を天台宗の元僧侶である聖悪院禅僧から知らされたわけですよ。へえ。それを聞いてね、うん、マジかと、
奴隷として連れてかれてんのかと、俺たちの国の人間をと、うんうん、これをね、こうコイルに問い詰めたところ、いや違います違いますと、犬使いは奴隷売買に一切関与してないと、うん、という主張をしたため、うん、もう知ってるから秀吉は全部、うん、犬使いっていうのはもう人身売買を実は裏でしてたと知ってるんや。でこの回答を聞いて、うん、この嘘つきめと、はい、ぶち切れた秀吉はついにもう宣教師は帰れっていう、うん、バテレン追放令を下したんですよ。はあ。このバテレン追放令で秀吉はキリスト教の宣教師は今から20日以内に帰国せよと、うんうん、で宣教師とセットで来ていた貿易船は今後も貿易を続けていいよと、個人がキリスト教を信仰するのは別にいいよっていう、はあ、そういった内容をお触れとして出したんですよ。なるほど。よくね、うん、文絵とか教科書で習うやんか、うん、だから当時の織田信長とか豊臣秀吉がキリスト教の信仰を否定したみたいに、うん、そう受け取っちゃうような習い方をすんねんけど、うん、バテレン追放令っていうのはあくまでも侵略がセットになってるね、布教をする宣教師を禁止しただけで、はいはい、で個人のキリスト教の信仰は禁止してないんですよ。なるほど。もともとそういうのめっちゃ寛容な国やから。そうね。つまり秀吉が懸念したのは、ね、支配下にあったキリシタン大名たちが宣教師の指示に従って、うん、自分たちに歯向かってくることだけやったんですよ。なるほど。でここからこの豊臣秀吉の時代はね、短く終わっちゃうんですけど、うん、その次は徳川家康の時代ですよ。あ、そうやね。徳川家康のファインプレーすぎる国家戦略。豊臣秀吉の時代、バテレン禁止令によってカトリック宣教師はこう追放されてしまいましたけれども、うん、その頃のヨーロッパはどうなっていたかというと、うん、それまで世界最強やったスペインがアルマダ海戦で敗れたことで、ね、カトリックじゃなくて、うん、プロテスタント系のイギリス、オランダが海外進出し始めるっていう、あら、大転換期を迎えてたんですよ。流れ変わってる。そう、歴史見ていくと、どっちかっていうとカトリック系のがオラーってやってきた時代があるから、うん、そして世界の勢力転換に合わせるように徳川家を筆頭にした江戸時代に突入していったんですよね。うん。で徳川家康が世界の大局の変化に気づくきっかけとなったのがリーフデ号というオランダ船やったんですよ。あ、そうなんや。家康はすでに日本にいたオランダ人航海士ヤンヨーステンとイギリス人航海士のウィリアム・アダムスを読んで、オランダ船のリーフデ号乗組員に直接尋問したんですよ。うん。でポルトガルとかスペインみたいなカトリック系じゃないからね、うん、うんうん、でどうすんねんと聞いたわけですよね。うん。するとウィリアム・アダムスはオランダのリーフデ号はスペイン、ポルトガル VS イギリス、オランダのアルマダ海戦に参戦する船ですと、そう答えて、さらに僕たちはプロテスタントなんで布教を伴わない交易をしたいですと、うん、オランダはそういう風に提案してきたんですよね。はいはい。つまりキリスト教プロテスタント系のオランダはキリスト教カトリック系の国々のように布教プラス弾圧を匂わせない純粋な交易のやり取りを、まあ、やりましょうよと、はいはい、言うてきたわけですよ。なるほど。でこの話を聞いた家康は宗教と政治を切り離したプロテスタントのイギリス、オランダに親近感を持つようになっていったんですね。まあ、家康も当然ね、カトリックのイエズス会が世界中でこう植民地を増やしまくってるってことは知ってたから、うんうん、布教と貿易をセットで売り込んでくるカトリック系は禁止やと、うんうん、まあ、考えてたわけですよ、うん、そうなると、まあ、オランダはええけどスペインとかポルトガルはダメよみたいな感じで、はいはい、風当たり強くなっていきそうなもんですけれども、そうやね、家康さんはそうしなかったんです。関ヶ原の戦いに勝利し最高権力者になった徳川家康は、うん、ポルトガル貿易は九州を潤していることに目をつけて、ほう、三浦半島の浦賀をスペインとの国際貿易港としてもう開港したんですよ。あら、ポルトガルやりましょうと。逆にそう、家康のお膝元であり開幕間もない人口約15万人の江戸の町をスペインとの貿易で発展させようと、うん、そういう風に考えたわけです。へえ。つまり布教のリスクよりも貿易による発展のメリットを取ったわけです。なるほど。まあ、この辺はね、信長の戦略にも通ずるものがありますよね。まあ確かに。でこのリスクを取った理由はもう一つあって、当時家康はね東南アジアと交易したかったんですよ。もともと交易してたからね、うんうん、その海域はまだスペインが支配していたことを知ってたんですよね。そこで日本での布教を進めたいスペインの思惑を利用して、うん、江戸付近の浦賀で貿易させて、うん、江戸幕府の発展に貢献させつつも、うん、東南アジアとのこう交易を伺うみたいな、なるほど、そういう高度な外交テクニックを繰り広げとったわけですよ。結構世界視点でちゃんと見てるね。もちろん。だからそこをちゃんと知らないといけないんですよ。だからもう何も知らない見たくないじゃなくて、うん、もうめちゃくちゃ見た上で、うん、
そのやり方をしてたっていうね。で開いたりね。そう。さらに国内でキリスト教徒とか宣教師が暗躍することは危険だと、うん、まあ、考え出たこうイエスさんは日本からフィリピンへ渡航する貿易船に朱印状という貿易渡航券を渡していったんですよね、うんうん、そうすることでスペイン、ポルトガルのアジアの拠点ともいえるフィリピン近海にはびこる私的な貿易船とか海賊を排除していったんです。許可書ないと無理だよみたいな感じでね、うん、徳川幕府は自国を守りながらも諸外国と貿易することで彼らの思惑を逆に利用し世界の大局を見ながら、まあ、日本を発展させていくっていう、うん、凄まじい国家外国をしてたわけですよね。で信長は日本を強くするために家康は日本を豊かにするためにそれぞれリスクを飲んでカトリックとの貿易を選んだと。まあ、その中で家康はね貿易はする、うん、でも布教はするなっていう、はい、商業と宗教を分ける商教分離的な外交を取ってたんですね。しかしスペインはやっぱりね貿易をしたいなら布教を公認しろっていう、うん、この主張を曲げなかったから、はいはい、徳川幕府とスペインの関係はやっぱりこう良くなくなっていくわけですよ。まあ毒を食らおうとしたけども、はい、毒が強すぎたのかね。まあちょっとね。で徳川秀忠が第二代将軍になると、うん、スペインとの貿易で得られるメリットよりキリスト教が広がっていくデメリットの方を問題視し始め、はいはい、1624年にスペインとの貿易を完全に廃止するっていう、そういう決定を下したんですよ。なるほど。そして第三代将軍である家光の時代になると、うん、スペインとかねポルトガルといったカトリック一強やった世界の勢力図がこう塗り替えられて、ほう、イギリスとかオランダといったプロテスタント勢力が台頭していきます。これはオランダが東シナ海の権利を完全に確保し、うん、軍事面でもスペイン、ポルトガルを圧倒するようになったからなんですね。そして家光の時代に東シナ海や日本近海で行われるオランダ、イギリス VS スペイン、ポルトガルの軍事紛争に巻き込まれることを避けること、うん、ね、キリスト教の流入を可能な限り制限することを目的として、うん、まず御朱印船貿易を廃止するんですね。はいはい。で次に海外に5年以上いた日本人の帰国禁止を取り決めて、もう帰ったらあかん、もう日本人になれと、いうことで鎖国の第一段階をスタートさせていったんですよ。あらまあ。で最終的にこう完全鎖国ってなるんですけど、うん、鎖国を決める決定だとなったのがキリシタンの一斉放棄、島原の乱ですよ。あー有名やん。そう、あの天草四郎ですよ。あー有名な。そうで徳川家光が平定し翌年の1639年にポルトガル船の来航禁止令を出したことでもう完全なる鎖国体制が完成するわけですよ。とは言ってもね、この時の徳川幕府はオランダと中国は出島で、うん、朝鮮とは対馬で、アイヌとは北海道でそれぞれ貿易を続けてました。だから完全というのは言い過ぎました、ごめんなさい。で危険因子となる諸外国を徹底的に貿易から排除し国内のキリスト勢力を制圧した結果戦乱は途絶えて、ほう、約250年間も戦争のない平和が訪れたんですよ。これが世界でも珍しいと言われる平和国家、はい、江戸時代誕生の背景なんですね。あー、そういう流れやったんや。そうで僕たちが学校で習った歴史からすると、うん、鎖国で海外から取り残されたことで文明の進化に乗り遅れ、うん、それが原因で後々ペリー率いる黒船にこう力で無理やり開国させられたんだと、うん、でそういう風に捉えている方も多いかと思います。確かに。しかしその期間にオランダとか中国、朝鮮とかアイヌから世界の情報を仕入れ続け、うん、でも輸入が制限されるから、うん、知恵を絞ってあらゆるものの国産化に成功し輸入に依存しない国づくりを進めていったことで、まあ、当時でいうね、うん、世界最多の人口密度を誇る一大国家を築いていったっていう、うわ、そういう流れなんですよ。すごいね、なんか信長さんからのねその戦略の流れというか、う、国をちゃんとね、そうやねん、やってたんや。この時に閉ざされたことで日本文化というのも他の影響を受けずに、もう発酵していくというか、はいはい、熟成していったわけですよ。なるほど。で、信長の時代に来たキリスト教の伝来は侵略戦争のリスクと貿易のメリットを天秤にかけて日本を強くするためにリスクを恐れずに貿易を取りました。はいはい。豊臣秀吉は宣教師たちの思惑を見抜きポルトガルの侵略を防ぐために宣教師たちを追放しました。うん。そして徳川家康から始まったこう徳川幕府はカトリックを徹底的に排除して布教や侵略のリスクがないプロテスタントの国との交易に絞ることで他国からの侵略リスクを軽減し、うん、平和な時代を250年も続けていったっていう、そういう話なんですね。すごいね。そう。しかし1853年に開国しろって
迫ってくる、はいはい、あの黒船の来たペリーさんが来航し、1868年には江戸幕府は倒されて明治維新が起こるんですよ。なるほど。実はこの明治維新以降から日本を破壊するための怪しい影がうごめき始めるわけですよ。なんか来た。そうで、次回の動画ではそんな江戸時代の終わるペリー来航からの話を超徹底深掘りしていきたいと思います。うわね、ここからかなりね、はあ、もうボルテージ上がっていくので、おー、ね、心してご覧ください。いやでも今回の回でもね、かなり歴史っておもろいやんってなったで。やっとなってくれたのずっと動画やってきてやけどということで本日はここまでとなります。はい、面白かったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、ね、動画の感想とか応援のメッセージめちゃくちゃ楽しみにしているので、ぜひコメント欄からお知らせください。お願いします。でね、まあ、12月30日ですよ。はい、もう YouTube ではもう絶対に話されん、もうやばすぎる、うん、凄まじい、凄まじいトークライブを開催いたしますので、開催されます。まだチェックしないという方は、はい、概要欄からこうチケットサイトをご覧ください。はい、お願いします。で、概要欄には他にもね、トゥーランドブリグの SNS とか、うん、ね、最近まさきさんもたまにやってるけどねSNS をね、たまにね、ね、いち早く僕たちのニュースを配信しているトゥーランドブリグ公式 LINE、はい、で、まさきが大暴れ大奮闘しているもう一つのチャンネル、トゥーランドクエスト、うん、YouTube では絶対に話せない裏側を公開しているニコニコチャンネルプラス、はい、ライブ配信の重要シーンとかまとめ動画を切り抜いてくれているトゥーランドの小部屋の URL は全て、はい、まあ、概要欄にございます。いろいろあります。トゥーランドブリグがいろんなことにチャレンジしておりますので、はい、ぜひ見逃さないようチェックお願いいたします。お願いします。ということで本日はこの辺でございます。はい、またね、バイバイ。バイバイ。